本当ね3日間お休み、まあレッスンとかもあったけど病院も行ったし、ほとんどこう映画を見たぐらいかな休んだのは。そうそう、でもね団長さん映画見てたのがちょうどそのGoogle さんがちょっといろいろと大変な時期で、なんか団長さスマホの電源入れたらさ、なんかめっちゃさホロライブのディスコードがみんなさなんか配信できない配信できないって言って、マジか配信できないでやばいねって言って、団長さふとツイッターでみんな大丈夫かな、団員さんも配信見れなくて不安になってないかなって見たら、あのラック先生があの知らぬイフレアの抱き枕みたいな、いやもうごめんポチったよね、ちょっとごめんツイートすんできなくてごめん、ほんとあの抱き枕ごめん、ほんとはみんなさごめんね、だからほんと配信見れない、男女もお休みだしなんか寂しい思いさせてごめんねって書こうと思ったんだけど、ごめんちょっと普通にあの抱き枕買っちゃった。しかもね抱き枕もブースさ男女 Google のアカウントでログインいつもしてたからログインできなくて、めっちゃみんなはその YouTube 見れなくてこうプンスカしてたかもしれない、団長はそのブースでフレアの抱き枕が買えないこと、ちょっと今すぐ買いてえのにってさ怒ってました。そうでもよく考えるとやっぱ Google さんに感謝だねいつも。で Google さんがその一回だちょっと疲れたってダウンしちゃうと YouTube も Google メールも他のその Google アカウントやでなんかログインするのもいろいろとダウンしちゃうんだよ。だから本当に Google さんには支えられてるんだなって思って、今 Google さんからのもう二度と収益化剥奪はされないね。今団長媚び打ったから絶対収益化剥奪されません。じゃあ続きいこう、続きいきます。Gスリさんもありがとう。こんばんはシェル。